して、東京上野の近くの湯島というところでスナックを始めて11年、ともちゃんママです。よろしくお願いします。少し前に YouTube チャンネルを始めました。きっかけはご来店くださるお客様に勧められたのですが、よくよく考えてみるとやってみたいと思ってたことにつながっていくと思い、この先も続けていけたらなと思っています。やるからにはチャンネル登録数とりあえず1000人目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。やってみたいことの話をしたいのですが、その前に自己紹介をします。都内在住で歌を歌うこと、美味しいものを食べること、本を読むこと、お風呂に入ること、買い物をすることが大好きな47歳です。両親は鹿児島県出身で、私は住んだことはないのですが、南方系の顔とよく言われます。私の簡単な経歴ですが、もう今は亡くなってしまったのですが、日本橋の兜町というところにあった高校卒業後、某有名ホテルに入社しました。そこで接客業のいろはを教えていただき、自分は接客業の仕事が好きなんだなと気づきました。在職中、僭越ながら芸能の方のスカウトを受け退社して、その時に歌の勉強をしました。歌うことが好きになったのもこの時です。今でもご縁があってバンド活動もしています。芸能の仕事だけでは食べていけず、キャバクラで働き出しました。その時に古美術商の方と知り合い、お仕事を手伝わさせていただきました。もともと絵画の鑑賞も好きなんですが、古美術のお仕事に携わりより好きになったと思います。まだまだお伝えしたいことがたくさんありますが、キリがないのでこの辺で本題に入りたいと思います。この YouTube で私がやりたいこと、まず一つ目は、スナックってこんなに楽しくて素敵なところなんだよというのを皆様にお伝えしたいと思います。他業種にはなかなかない、お客様も従業員も親密で、役職や年齢も関係なく平等に楽しめて、もう一つの家族のような心に入り込んでくるような人情があって、だからこそお店によってカラーが全然違ったりして、そんな一言では言い表せないいろいろご紹介したいなと思っています。2つ目、そんな魅力的なスナック文化なくさないようにしたいなと思っています。もちろんこんな私ができることは限られていますし、とても魅力なんですが、やれることは全力でやって少しでも貢献できたらなと思っています。近頃では若い方のお酒の席離れが顕著ですね。ちなみにうちでは自発的に来てくださる方の中で一番若い層の方が私と同じ同年代くらいの方です。昔は上司の方が部下さんを連れて何軒もはしごをしてなんてよくある話でしたが、今はなかなか難しいです。ご存知の通り、このコロナの渦中、いわゆる接客を伴う業種のため、なくなってしまったお店もたくさんあります。先行き不透明に一層拍車がかかっているのが現状です。なくなってしまうのは本当にもったいないと思っていて、私一人で何ができるというものでもありませんが、ただきっかけとして、このチャンネルをご覧いただいて、スナックの魅力に共感していただけたらなと幸いに思います。3つ目、最終的にスナックフェスを開催したいと思っています。私が勝手に考えていることなのでまだはっきりとは言えませんが、かわいこちゃんコンテスト、歌うま選手権、ママの手作り料理模擬店、協賛にスナックに来ていただける方は年齢層が高いため、かつらメーカーさんとか歩きやすい靴屋さん、健康食品屋さんとか巻き込んでできたらいいなと勝手に考えています。どういうふうに他のスナックさんから賛同を得て、どう構成を練っていってなど、新着を動画配信などできてたらいいなと思っています。4つ目、アンドモアは私の趣味の部分、例えばバンドのライブの配信や
うちにあるキーボードで一から勉強する過程を見ていただくとか、前に居酒屋も出店したことがあるくらい料理も好きなので、料理の動画などなど、皆さんに見ていただけるように楽しい配信をしていきたいと思っています。以上ですが、基本的には真剣にこのスナック文化の存続を願っているので、先に進むことでもっとやりたいことが出てくるかもしれません。スナックが好きな方、スナックに興味のある方、スナックを応援したい方、チャンネル登録をして見守っていただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。